フェサロンへ。マサヤママとユミママのサロンチャンネル、あなたを応援したい。カフェサロンは滋賀県大津市にあります、日替わりでママさんが変わるちょっと変わった喫茶店です。ママさんもお客さんもチャレンジが大好き、そんな仲間の仕事やチャレンジしたい夢を紹介して応援するチャンネルです。詳しいとっておきのお話や視聴者皆さんだけの特典も番組の中で紹介しますので、どうぞ最後までお楽しみください。はい、いよいよ始まりました。マサヤさん楽しみですね。はい、いよいよです。サロンの YouTube チャンネル作りたいと思ってから構想1年、やっと今日が来ましたよ。ドキドキしてる？第1回目ドキドキワクワクしてます。してる。じゃあ早速ですが、はい、司会をどっちがするか決めましょうか。はい、じゃんけんほい。はい、私、はい、マサヤさんがします。ということで第1回目、とっても素敵なゲスト用意しております。マサヤさん紹介してください。はい、お待たせいたしました。第1回は株式会社 RS 代表取締役清水隆さんをお招きしています。では清水さん、どうぞよろしくお願いします。いよいよ始まりました、カフェサロン、サロンチャンネル、あなたを応援したい。第1回のゲストは株式会社 RS 代表取締役清水隆さんです。第1回呼ばれていただいてありがたいことです。はい、私も嬉しく思っております。ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。清水さん、こちらこそ。はい、清水さんはその会社の代表取締役とともに、はいはい、福を呼ぶ声の人としてご活躍なんですが、はい、その福を呼ぶという、はい、その意味をね、はい、ちょっとお聞きしたいと思います。はい、私はね、はい、10年くらい前ぐらいまではもう長い間笑顔を忘れてましたんです。はい、でそやけど笑顔を取り戻さないとあかんなっていうことにふっと気がつきまして、はい、でまあニコ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 笑うことを心がけてたんですよ。でそうしたら僕のそのキャッチコピーとして名刺を作ってくださった名古屋の近藤直人さんっていう方が、はい、あの福を呼ぶ講演家というタイトルをつけてくださったんですよ。はい、はい、だからその近藤さんがおかげです。キャッチコピーとして福を呼ぶ。はい、そうです、はいはい、キャッチ、そのキャッチに私もね一人なんですけれども、はい、ちょっとまた心臓が動きが、はい、そのね笑顔にね皆さんね引きつけられますが、はい、その笑顔の秘訣というか、はい、ニコニコの秘訣、そのきっかけっていうのが何かあったんでしょうか。そうですね、いや、まあ、もう笑顔を心がけなんだらあかんと思ったんで、できるだけ 100% ではいられません、はい、せやけどもふっとした時にニコって笑える自分、はい、あの作り笑顔でこうね、あのいびつな笑顔はじゃないんですけど、ニコニコっていう、こう微笑みがこう顔に浮かべられる自分っていうのを大事にしています。でそうしたところが、はい、まあまだ今からまだ2年ほど前なんですけど、いろいろなことがあったんですけどね。そのいろんなことがあって、はい、その中での、はい、何かいいことがあったんですね。そうですね、一番特筆すべきはあのインターネットテレビのシャララテレビっていう大阪の会社で、はい、番組を持たせてもらったことです。あ、そうなんですね、はい、それはあのこのサロンにも関係されてる信楽の居心地カフェの小野真由美さんっていう方がいらっしゃって、はい、なんか自分のお友達が持ってらっしゃる番組にゲスト出演をされはったらしいですね、うん、でそれは何も知らへんので僕は次の日にあの小野真由美さんのお店にひょいと行ったんですよ、はい、そしたらあのカラカラっと開けるなり「清水さん」って、うん、あの「インターネットテレビの番組で番組持たへん」って言われて、はい、僕にしてみたらとんでもないことやったんですけど、うん、あの僕はほんで小野さんからご提案いただくことっていうのはもう無条件で全部受け入れましょうと思ってる人なんで、でただちょっと待っててくださいよと、うん、この顔で一人であの、まあ、ゲストさん出てもらうっていう形式の番組になったんですけど、俺一人では成り立たへんなと思ったんで、うん、で滋賀県で活動されてる奥村幸さんっていう、はい、奥
女性がね、まだまだ若い方ですわ、うん、その方が友達やったんで、その奥村幸さんにインターネットテレビで番組持たらへんかって言うて持ちかけられたんよって言うて LINE で送ったら、すぐにね、サチも行くって言うて返事くれたんですよ、はい、で2人揃ったんで、小野さんには一応役者が揃いました、役者やるけどね、揃いましたよっていうことでお返事して、それから具体的にどこで撮んねんとか、いくらいんねんとかっていうことをやっと、その次の段階に進めたんです。でそれって今とその下七テレビうちのチャンネル間にようこそ、はい、もうどれぐらいなんですか。もう約ほぼほぼ2年経ちました。2年も経つんですか、はい、すごいですね。それはもうあの幸ちゃんと一緒にという。ああそうです、まあ、幸おらんかったら僕全然何もできない。その奥村幸ちゃんっていうのはね、はい、あのどんな女性なんですか、ちょっとご紹介していただきたいです。はい、あの野望を線香花火、はい、でそれから奥村幸イベント企画っていう、うん、イベントの関係の企画とか、はい、まあ、実際ステージとかをやってる仕事をしてあります、はいはい、幸ちゃんと、はい、まあ、僕はその部分はあんまり知らへんねんけどね、たまに太鼓のイベントとかで司会とか、だから自分が演者としてか出てはる部分は、まあ、たまにちらっと見に行きますけども、うん、はい、どこまで活躍をされてるかは知りませんです。でそうこうしてるうちにその2年間で、はい、いろんな方がね、はい、出演されたと思うんですが、はいはい、ちなみにどんな方が出演されてますか。もう筆頭は岩原雅也さん、ありがとうございます。もう、ね、山下由美さん、由美さん、はい、由美ママ、でそのこの3人にもね、もう15人くらい出てくださった方がいらっしゃるかな。あ、そうですか。あのサロン関係者、サロン関係者、それ以外でもやっぱり、広島県の福山の、うん、感謝グループっていう大きな企業体、ホテルとか、はい、それから病院関係とか、ああ、それから、三原交通っていう交通、はい、バスとタクシーの交通会社をやってらっしゃる経営者さん、うん、それからまだ直近では同じ感謝でつくんですけど、うん、感謝株式会社の川端秀夫さんっていう健康産業をされてる、まあ、この人はもう日本でもかなり有名な人なんですけど、どうやらで、ね、出てくださいって言うてね。そうなんですね、はい、まあ、そういう大実業家から、はい、こう私たちね、はい、あの個人でね、はい、やってるものまで、はい、もう2年間にわたって出てるんですが、この先もまだまだ、はい、うちの茶のまま続くと、はい、思いますが、はい、この先ですね、はい、清水さん、あのインターネットテレビ、そしてフックを呼ぶ講演家として、はい、ますます活躍されると思いますが、はい、これからの展望とか、はい、清水さんの夢、はい、それを教えていただきたいです、はい、まあ、展望ってベタな一言で言えば売れたいです。はい、売れたい、はい、売れたいというのは、いや自分の、伝えたいこととか、うん、それからそのテレビで の, 自分のアピールポイントなんかを、はい、多くの人にも聞いてほしい。あ、そうですね、はい、今ちょっと人気が出て有名になって、それがちょっと恥ずかしいんだけどね。いや、もう私今サインもらっとこうかいいですか、そういうことですよね。まあまあまあ、そういうことですね。はい、はいはい、でそれではね、皆さんにもね、ここでね、清水さんの番組にぜひ出てっていう方もいらっしゃると思うんですよ、はいはい、でそういう方はどうしたらいいですかね。後でテレビ出してくださると思いますけども、はい、シャナナテレビのうちの茶の間へようこそ、でそれを視聴するのは、シャナナテレビのホームページか YouTube、はい、YouTube の番組で、うちの茶の間へって、まあ、うちの茶の間へようこそってフルで出すことができるんですけど、うちの茶の間っていうことをキーワード検索していただいたら、もうリアルタイムの放送は月に2回第2第4月曜日の23時30分からなんですけど、1週間後からはもうずっと残ってますので、アーカイブでね、はい、はい、分かりました。いつ拾っていただいても大丈夫です。分かりました、はい、それでは出たいという方はね、私のレストランのマスター様でも、はいはい、ご連絡いただきましたら、ゲストさんは毎回探してますので。そうですか、はい、じゃあまた募集ということ で,、はい、でますますね、清水さんのこれからのね、ご活躍を楽しみにしております。ありがとうございます。はい、本日はサロンチャンネルあなたを応援した、はい、清水隆さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。茶七 TV うちの茶の間へようこそは、毎月第2第4月曜日23時30分よりインターネットからご覧いただけます。また1週間後には
アーカイブとして YouTube でもお楽しみいただけます。この動画は滋賀県大津市にありますカフェサロンがお送りしました。 JR 琵琶湖線瀬田駅近く、詳しくは Facebook や Instagram でチェックしてくださいね。お問い合わせはカフェサロン 077-548-1122 まで。皆さんのお越しをお待ちしています。